はい、さあ続いて、自慢の消防団山梨からです。阿部さんお願いします。はい、今日は甲府盆地の東側、山梨市にあります一丁田中という地区にやってまいりました。はい、こちらからご紹介します自慢の消防団は山梨市消防団氷川分団第5部の皆さんです。おはようございます。おはようございます。はい、22歳から36歳まで地元を守る精鋭たち23人でございますけれどもね、はい、この皆さんたちごく普通の消防団に見えると思いますが、年に1回とんでもない行事をやってらっしゃる皆さんたちなんですね。何なんですか。後ろに日の宮倉が見えますけれどもね、はい、これ今鉄筋になっておりますが、大正時代は木造だったそうです。うん、その時代から脈々と続いているというこの伝統行事、どんなものなのかとっくりご覧いただきましょう。行事、時は平成10年1月5日、はい、部長、班長をはじめとする消防団の幹部5人が櫓の上に登りました。はい、うん、そしてなんと放水始め、ね、というわけで、毎年1月5日の出初め式の当日、消防団の幹部に後輩たちがポンプが水をかけるのがこの消防団の伝統なんですよ。これおよそ80年続いている行事なんですが、水をかける時間はね、およそ15分から20分間ですか。これを続ければ長いほど男を上げることができるというわけなんですね。結構きつく当たってるよ。いいですよ。でその間櫓のね、上の幹部たちは足踏みをして声を掛け合って耐えてるわけですけれども、1月5日って寒いでしょ。この日ね、気温山梨1度でした。最低気温もう真冬の風、真冬の水、もうたまったもんじゃないんですよね。で実はもし耐えきれなくなったら、長靴を投げてギブアップを知らせるというルールもあるんですが、この80年ほとんどそんな弱虫はいなかったということでございますよ。悪玉が割れた。そうですね、今年はおよそ17分間皆さん耐え抜いたわけなんです。もう周りはやんややんやの大喝采ですが、降りてきた団員たちの顔色は真っ白でございます。体は波打つように震えております。どちらへ。お風呂やね。お風呂。行事が終わると。部長さんもお風呂ですか。はい、お風呂お風呂。家事を急ぎます。望月さんのお宅です。あんなに急いでバイクに乗って帰ってきましたけども、もう毛布かなんかかぶっていけばいいのに。こんにちは、お邪魔します。あ、長靴ありますよ。びしょびしょ、中に水たまった。気の毒ですね。そしてね、お風呂に入って、それだけでは温まらないので、熱感でキュッと体を温めないと復活することはできないわけなんですね。声も出ませんね。そうなんですよ。改めて、部長の望月さんですけどね、おはようございます。おはようございます。あの20分間、およそ20分間の気持ちってどんな感じだったんですかね。もう無心で耐えてます。そうですよね、はい、もうあのこの方は6年間あれに耐え続けて、今年団長さん終わりということなんですけどもね、この地区はもともとかなり水、川の氾濫が多かったということで、水に対する恐怖心を取り除いて、消防団員たちの鍛錬のためにこういう行事が始まったということなんですね。そうですか。でこちらにね、大正6年に導入されました腕用式、腕用式ポンプというものがあるんですが、はい、これが導入された時にあの行事が始まったんです。そして現在はこの小型のポンプになっているというわけなんですけどもね、この腕用式ポンプから小型のポンプになるまでの間、この団員たちのお父さんも、そしておじいさんも、もしかしたらひいおじいさんも水の洗礼を浴び続けてきたのかもしれないですね。毎年冷たい水をかぶって男をあげる団員たち、山梨からでした。大変ですね。男をあげるのって大変なんですね。大変ですね。うん、ね、さあ今度の自慢の